チするんかなと思いました。僕見てあ、これ釣れるねって思いましたね。ハイプレッシャーのところが効くんじゃないかなと思うんですよね。動きが独特なんで、いやよく考えたなと思いますね。見せてもらった時はおぉ、なんていうんですか、あのコロンブスの卵的なんですね、斬新っていうのと、まあ美しいなと思ったんですね。ミノーのローリングアクションとかにも、うん、共通するとこあるような気もしますし、ナチュラルの動きとスイッチした時のフラッシングだ。一番使い分けるのはあの、鮮度っていうかね、バイブレーションにするときはちょっと潜らしたいなとか、愛が2つかけるのその巻きスピードで使い分ければ何十種類っていう、その使い分けがここはかなりやっぱね、いいところだと思いますね。僕の中の印象としてちゃんとこのルアー作ってるなっていう、これに携わってる人の思いがすごい伝わってくるんで、まあ、多分これ見ただけだと普通に S 字で泳ぐのかなっていう感じだと思うんですけど、実際に自分で使ってみて、まあ、S 字でも僕個人としては使いやすい動かし方、この斜めのジョイントっていうのが斬新だったんで、これスコースをまっすぐできるルアーなんで、まあ多分誰が使っても使いやすいんじゃないかなっていう印象ですね。初めて30年とかだけど見たことないなっていう、やっぱねこのルアー素晴らしいですよ。実際このウィードレイクのクリアレイクでやったらこんな魚集まってくるんだっていう集魚力はびっくりした。その見え方であったり魚に対するアピールはでかいのと、まあ何よりもでもこれじゃないですか。これはもう単純に面白い、楽しい、うん、自分で投げててもいくつかのアクションができるっていうのは、でこれからきっといろんなユーザーさんがこう使い出したらいろんな釣り方が出てくると思うんで。